ジェリンド・ボルディンはイタリア・ビチェンツァ出身の元マラソン選手である。1986年欧州選手権で男子マラソンで優勝した。翌1987年に地元で行われたローマ世界選手権では高温多湿となったレースでトップ集団からやや遅れて走り、後半の追い上げでダグラス・ワキ売り、アーメド・サラに続き3位に食い込んだ。 1988年ソウルオリンピックでは、脇売り、サラ、ボルディンの世界選手権のメダリスト3人と、中山武幸との優勝を争いと見られていた。レースは、大方の予想通りこの4人の争いとなり、最初に中山が脱落した。残った3人による駆け引きで、38km 過ぎのサラのスパートに、脇売りと共に離されて一時は、 完全に脱落したと思われたが、粘りの走りで 40km を過ぎてから、脇売り、皿を次々と逆転し、イタリア人初の五輪マラソン優勝を果たした。このレースは NHK が実況中継していたが、レースの解説者、ソーシュゲルは、ボルディンが一時脱落した時に、イタリアの選手はここからが強いんですと、ボルディンの優勝を予見するようなコメントを残している。 1990年に行われた欧州選手権で史上初のマラソンに連覇を果たした。しかし1991年の東京世界選手権では期待外れの8位に終わった。1992年バルセロナオリンピックにも出場し五輪連覇を目指したが、レース途中で転倒した選手に巻き込まれそうになったため、とっさに避けようとした際に足に肉離れを起こすアクシデントで途中危険した。 1897年にボストンマラソンが始まって、以来、アベベビキラをはじめとする過去の名選手たちでも、破れなかった五輪マラソンの覇者は、ボストンマラソンに勝てないというジンクスが、約一世紀近くもの間存在したが、ボルディンは1990年ボストンマラソンで、ジュマイカンガーラを相手に、クレバーな追い上げで優勝し、長らく誰も破れなかったジンクスを初めて破った。彼は、 現在のところ、オリンピックとボストンマラソンの両方を制した唯一の男子選手となっているが、また誰かが破るさと本人は語っている。2008年2月3日に開催が予定されていた第30回、神奈川マラソンに招待来日。大会は大雪のため中止となり、参加賞の T シャツへのサイン会が行われた。ありがとうございます。